古の都平安京、封印された邪悪なる神ヤマタノオロチに生贄の巫女を捧げる飲酒が続けられていた。だが天才陰陽師の登場によってオロチは討伐された。残されたのは次なる災いの種火。世に百鬼夜行、神妖が共存するうつつめ。花火綺麗だね、食べません。今ここに新たなる時代の幕が上がる。本当に人間らしいわね。どんなにひどい目にあってもすぐに忘れてしまう。少し可愛くもない。さあ鳴らすとしましょう。新たな陰陽騒乱を告げる鐘の音を。